中年オタッキーです。今日はの四国地方はね、非常に暑くてね、ちょっとエンジンをかけて撮影いたします。死んじゃうんでね。今日の動画はね、ちょっとね、最近オークションの落札とかそういう関係の動画がすごく増えてたんですけども、今日ちょっと通常のね、ルーティンの、通常のルーティンなんだな、動画を作っていこうと思います。今日はね、このオリンパス 35ED っていうカメラですね。これね、いつも紹介してる和高様からね、提供していただいたものになるんですけどね。このカメラでね、写真を撮ってきましたんで、その動画を作っていこうと思います。はい、このね、オリンパスのね、35ED なんですけどもね、発売されたのがね、1974年の5月ってことですね。当時の価格はね、ケース付きで26,800円、ということで、1974年って言ったら僕が、何歳だ？11歳の頃か。6歳だ。どんな計算してんねん。6歳の頃ということは、多分親父の給料5万円ぐらいだったと思うんで、今で言うと、14、5万円のカメラになるということです。今の感覚で言うと14、5万円。高いな。オリンパス 35DC っていうカメラに、オリンパス 35ECR っていう機構をね、取り入れて、で、なんだっけ、露出連動系、を、追加したというカメラになるみたいで、僕はこのカメラにね、どこに注目したかっていうのはレンズなんですよ。これね、D 随行、38mm F2.8 っていうね、レンズがついてるんですね。この D 随行 38mm F2.8 っていうのでね、ピンとくる方はなかなか鋭いです。おそらくは、トリップ35と同じレンズなんじゃないかなと思います。ネーミングは一緒です。構成はちょっとわかんないんですけどね。で、もし同じレンズだとすると、相当なね、構成のレンズになると思うんですよ。これテッサー型なのかな、ちょっとはっきりはわからないんですけど、構成とか書いてないんでね、3群4枚だったらテッサー型になりますけどね。でね、そのトリップ35っていうのは、セレン公式の、まあ言うたら、プログラムシャッター機ですね。セレン公でシャッター速度が2段しかなくて、で、ピント合わせが目測なんですよ。レンジファインダーじゃないんですね。で、このカメラはね、一応ね、セイコー ECR っていうね、電子シャッターを搭載してまして、で、そのプログラムシャッターで、しかもね、連動露出系、連動距離系、ピント合わせがね、これ、20像合致式でピント合わせができるということで、高性能なレンズをね、ものすごく活かせるカメラじゃないかなと思ったんですね。で、ここに注目したんですけど、それがね、このカメラの弱点ともなってるんですね。このセイコー ECR、見えるかな、ここにね、書いてあるんです。セイコー ECR、ESF だ、ごめんなさい。セイコー ESF、というシャッターはね、もう完全電子シャッターで、電池がなくなったら何もできないんですね。もうシャッター切れなくなっちゃうんです。で、このカメラね、そのシャッターがね、壊れたりね、液漏れで通電しなくなったりしてね、もう分鎮になってるカメラが山のようにあるんですね。で、今回ね、このカメラね、動く状態でしたので、これ今シャッター消えてますね。動く状態でしたのでね、もう最初から和高様からね、提供された時からしっかり動く状態だったんで、撮ってまいりました。で、今からね、作例を出すんですけども、予想通りね、描写はね、もうものすごくシャープなんですけども、残念ながらね、ちょっと露出が安定してなかったです。もうね、古いんでね、50年近く45年ぐらい前の、カメラになるので、安定してね、撮れてる
のはね、ちょっと周辺原稿が開放付近になってるときは、周辺原稿が気になるのは気になるんですけど、素晴らしい解像度。会長もね、これ見たらわかるんですけど、すごい会長よく写ってますよね。で、この写真なんかね、昼間撮ったんですけども、この写真もそうですけど、夜みたいに暗くなってしまいました。これでね、露出が安定していればっていうところだったんですけど、まあ、古いんでね、しょうがないといえばしょうがないんですかね。まあ、CDS が安定してないのか、電圧が安定してないのか、もうシャッターユニットが安定してないのか、どこに原因があるかはわからないんですけど、その原因がどこにあるかわからないのがね、その電子カメラのね、弱点でして、このカメラもぶっちゃけた話も電源が入れなくてフルマニュアルが使えるんだったらね、連動距離計を積んでるんでね、マニュアル露出でね、撮ればいいだけの話って考えるんですけど、これはもう、電子シャッター、もうプログラムシャッターのみになりますんでね、マニュアルが使えないんで、もうこの、そのカメラの状態に任せて撮るしかないんですね。ただね、このカメラ、もう、露出系もね、すごく見やすいですし、パララックスの自動補正はありませんけども、一応ね、近距離はここだよって枠もついておりますしね。で、まあ、ファインダーのね、見え、まあ、ファインダーの倍率だったら多分これ 0.7 倍くらいかな。でも、ファインダーの見えも素晴らしくいいですし、何よりその、トリップと同じ家レンズで、ピント合わせができるということでね、その状態がいいカメラだったらね、もう良作がバンバン連発できると思うんですよね。これメンテナンスすれば、いい状態になるのかな。ただ、私その電子カメラのメンテナンスのね、能力なんか全然持ち合わせてないんで、業者に頼むことになってしまうんで、ものすごい高いことになると思うんでね、ちょっと今回は、これで見送ることにしますけど、まあ、昨年を見ていただければ分かる通り、レンズはものすごく秀逸です。距離計付きで、しかもコンパクトなんですね。このコンパクトっていうのは結構重要で、スナップ撮るのにね、ニコン F とか、キャノン F1 とかで、ね、持っていくとね、もう重たくてしょうがないって言うけど、これはね、もうどこにでも振り回せるね、サイズ、でね、今回はね、これ、ショルダーストラップつけてますけど、ワンハンドストラップとかでね、手首からぶら下げて歩いてね、パシパシ撮るのもね、いい感じで撮れるんじゃないかなと思うんでね、もし状態がいいカメラがね、あれば、使ってみるのもありなんじゃないかなと思いますね。もう電池室がね、下にあります。これ特殊な電池ですね。何番だったっけ忘れちゃった。水銀電池のね、でっかいやつ。今ね、電池アダプターを買うと相当高くなるんで、これね、もう和高さんがやってくれてたんですけど、こんな感じにしてます。片一方はね、もうアルミホイルを塊巻きつけて、片一方はね、その電池のスペーサーをつけて2個直列でつないで3ボルトにしてあります。電圧は3ボルトなんで、LR44 をね、2個、つなげばね、3ボルトとして使えるんでね、うまいことやればね、電池代もね、安く上がりますしね、いいカメラなんだと思いますね。はい、今日のね、カメラ紹介は、こんな感じでちょっとさっぱりした感じになるんですけども、なんかね、最近、その通常のね、カメラ写真の紹介をすると、あんまり視聴回数が伸びてないような気がするんですけど、ジャンクカメラ落札っていうネタがね、ちょっと、派手すぎるのかな人気の動画のね、順位を見たらね、1位、2位、3位とかがね、落札したカメラが送られてきた開封動画とか、なってるんですよね。みんなどんなカメラが出てくるかワクワクドキドキっていうのを楽しんで、いただけてるのかもしれませんけどね。はい、通常の動画も見ていただければ嬉しいです。はい、それでは今日はね、次はね、視聴者様の作品のコーナーになってまいります。はい、投稿詐欺のコーナーなんですけども、タイトル画面実はね、以前ね、タイトル画面にしますって言ってね、タイトル画面に採用してなかったので、ジーフリックさんすいませんでした。ちょうどね、クラウドクラッシュした時でね、混乱してたんだと思いますね。今回タイトル画面に、採用させていただきました。はい、それではね、トップバッターは、サムライジャパンさんから、タイトルがね、チョウズヤの色。カメラがね、ヤシカマット 124G、フィルムがね、フジクロームベルビア100、
若干上部分光線かぶりがあったので横にトリミングしましたということで、ね、コロナで祭りも中止で神社で代わりになるというか夏参りになるイベントで長寿屋の水に花を浮かべて飾っておりましたということですね。この作品なんですけどね、もうね拡大してもシャープさがズバ抜けてましてね、色とりどりのね花がね水に浮かんでる様がね素晴らしく美しくなって、よくこんな場面に出会えますね。まだね出会えてもねそのモノクロの冬も入れてたとか、そういうのが僕は多いんですけど、侍ジャパンさん運も持ってますね。はい、侍ジャパンさんありがとうございます。次がね1とし9さんの作品で2枚、1枚目がね錆びた掲示板、2枚目がね嵐の気配ということでね、カメラどちらもオリンパス OM30、随行 50mmF1.4 ケント目は100で捉えているということです。で1枚目なんですけどね、これ錆びた看板ということなんですけどね、錆びた看板狙ってるのはいいんですけどちょっと正直すぎますね。これ記録写真っぽくなってるんですよね。真正面から撮らずにちょっと工夫したらいいと思います。で2枚目はねその木をね背景ボケを社会振動を浅くして、撮ってるんですけどね、その嵐の気配というタイトルがねズバリ的中して、これはいい写真になっていい作品になってます。以前からね申し上げてますけどね、タイトルはね作品の一部なんですよ。どうしようもない写真でもねタイトルでゴーンって変わってきたりします。この写真はねそのいい例だと思いますね。はい、1と19さんありがとうございます。次がねテラーさんの作品、タイトルがね創作隊かもっていうか、これダジャレかなシャレかな、カメラがねニコン F2、レンズ AI ニッコール 50mmF1.4 フィルムロモグラフィーカラーネガティブ400ということでね、この写真なんですけどね、ちょっと逆構図にはなってしまってるんですけども、微笑ましい、本当にねなんかね何かを探してるんですよねこれね、カモさんたちね、カモの親子ですねこれね、これなかなか微笑ましい作品になってます。ロモらしい大人しい発色でね、また、それがいい感じになってますね。はい、テラーさんありがとうございます。次がねドリームロコモーティブさんの作品で、タイトルがね銀河鉄道の夜ってことね、3年前に公園に展示されている SL を冬の寒空の中、深夜に約1時間以上かけて撮影した作品、20秒ほどのシャッタースピードで数百枚撮影し、その後パソコンで比較名合成ソフトを使い1枚の写真に合成して仕上げています。真っ暗闇の公園の中で100円ショップで買った LED ライトを照明として使いました。気温が低く空気の乾燥した晴れた夜でなければ、撮影できないので条件の揃う日を狙って何度も通いましたということで、これはねすごい作品ですね。なんていうんですか、本当にねそのデゴイチがねその夜中ね失踪してるようなねその星の流れる方向がうまいこと合っててね、素晴らしい作品になっておりますね。はい、カメラがねパナソニックルミックス DMC GH4、レンズがルミックス G バリオン、12から60、F3.5 から5.6 ASPH パワー OIS ということでね、いい作品になっております。はい、今回の、作品紹介はここまで。次はね、俺のカメラの紹介になってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回はね、やっちまったのコーナーが、投稿がありませんでしたので俺のカメラ2名様、紹介させていただきますね。トップバッターがねクスクスくんさんの俺のカメラ、1970年発売、ヤシカエレクトロ 35MC ヤシノ DX40mmF2.8 絞り有線 AE スナップ撮影には今でも良いのではということですね。レトロのキリッココップと、コースターを添えて撮りましたということですけどね、この写真ねもうちょいね補助光が欲しかったかな、カメラがちょっとアンダーになってるんですよね。なかなかいい感じの作品になってます。これ被写界振動をね、すごく浅く、これカメラ何で撮ったのかな、
なかなかいい作品になってるんですけども、こういう時僕はね結構スマホのライトを使いますね。スマホのライトを常時点灯して後ろから構えて撮ったりしますね。はい、クスクスくんさんありがとうございます。次がね、和賀さんの俺のカメラ、ミノルタ XGE は感動品だけどプリズム不織あり、 XGS は感動品だったのにいきなりスイッチ部から人体みたいな弾が落ちてきて故障でこの X7、ただいまテスト中、こいつには頑張ってほしいです、カーテン越しに撮っていますということです。この作品なんですけど、これもちょっと補助光が欲しかったですね。結局ね、カーテンの向こうから強い光が、当たることによって、露出オーバー、カーテンが露出オーバーになるんですね。でこれ絞ると今度カメラがアンダーになるんですよ、だから手前から補助光を当てて、絞ってで撮る、そんな感じでいいんじゃないかな。ね、ちょっとねカーテンが、カーテンの生地がねしっかり出てればいい、作品になっていたと思います。はい、和賀さんありがとうございます。今日のね動画はね、こんな感じになります。いかがだったでしょうか。ここのとこねフラッグシップ機ばっかり取り扱ってたんですけども、写真はねフラッグシップ機が全てではありません。先ほども言ったようにねこういうね、コンパクトのカメラでね気軽にスナップを撮るっていうのもねすごく楽しいものです。それでいてねオリンパスのねこの手のねカメラはね画質がいいんですね。特にトリップ35はね多くの方がねもう一眼はいらねえって言ってるぐらいの、画質高画質。僕もねトリップはねフィルム何本も撮りましたけど何本撮っても素晴らしいと思う。あのカメラ本当にすごいですよ。今回のね 35ED は、どうしてもね電子回路がちょっと不安定ということでね、いいカットもあったんですけど安定性がないということでちょっと上用するにはどうかなって思いましたけどね。やっぱトリップ35以前の動画でね最強のフィルムカメラって称させていただきましたけど本当にトリップ35は最強だと思います。それを超えるカメラっていうのはねもちろんねプレジャーとかを考えれば、一眼レフがいいですし、もちろんねそのレンズを交換して柔軟性とかもねレンズ交換式カメラの方がいいんですけどね手軽に撮れて画質が超いいっていうトリップ35はなかなかねスナップシューターの最強カメラだと思いますね。で、次の動画なんですけど、ヤフオクで続々と、カメラを落札しておりますので、次はねまた開封動画になると思います。ちょっとね動画の本数が増えてくるかもしれませんが適当な動画になっていく適当な動画になっていくかもしれませんけどねどんどんやんなきゃいけないんで、今日はね最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画ね皆様のコメントと高評価に支えられております。よろしければね高評価のボタンをねポチッと押してください。でコメントもねお暇な方がありましたらねコメントしていただければと思います。でチャンネル登録ね2600名を突破いたしました。こんなしょうもないおっさんの動画がこんなことになるなんて夢にも思ってなかったんですけど、最近ちょっとねチャンネル登録者の、増えるペースもちょっと穏やかになってきてしまってるんで、もし気が向いてねまた見たいなと思ってる方はね、この辺にねチャンネル登録ボタン出てくると思いますんで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それではまたね、次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。